龍が如く男女二人で実況プレイ。おかえりなさい、カズマ。ああ、近い。遅くなって悪かったな、ユミ。兄弟やしな。うん。来たー。なんだ。これ大鳥です。ああ、でもこれ大鳥か。彼が来たのよ。奪われたものを取り返す。ああ、違うか。来るかあいつが。大鳥は？大鳥はちょっと遅くて遅くて。お前カラフルじゃないヘリコプターが。久しぶりじゃない。だよ。ユミ。それにハルカ。お父さんですよ、お父さん。お前が。ジング。こうして会うのは初めてだね、キリュウカズマ君。はじめましてと言うべきか、さようならと言うべきか。君には苦労させられたよ。100億を取り返しに来たのね。ああ、そうだ。当然の話さ。それはもともと私の金だからね。それに、他にもいろいろ処分しに来たのさ。何？ダメ。どうなっちゃうのこれは。おい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 、神宮よ。カズマ。ああ。神宮。お前。バカな男だ。まあヤクザなど皆こんなものか。お前。どうして自分の娘を撃てるんだ。仕方ないことさ。その子供は私にとって邪魔者でしかない。私の今後、いや、この国の今後のためには必要のないものなのだよ。自分が愛した女とできた子、どうしてそんなに簡単に。カズマ、この人にはそんなこと言っても無駄よ。この人の頭の中にはそんな感情はないの。自分が出世することしか考えてない。何を分かったようなことを言ってるんだ。私に捨てられた女に何がわかるというんだ。知ったような口を叩くんじゃない。私にはわかるわ。どうして世良さんがあなたを裏切ったか。あなたは国のため、政治のためといって全てを切り捨てて生きている。でもね、それは全部言い訳。結局は自分がのし上がるための理由でしかない。そんな信念はすぐに嘘と分かってしまう。ふざけるな。お前や世良ごときに私の何がわかるというのだ。撃つね。あなたには何を言っても無駄ね。でも当たってないね。動じない。恥ずかしくないの。動じないよ。どうしたのね。随分な言いようじゃないか。でももうそんなことはどうでもいい。ここでお前らは終わりなんだからな。そうかな。まだ終わってへんのちゃうか。寺田さん。寺田さん、これで力は五分五分や。寺田さん、風間の兄貴の意志はまだ生きとるんやで。なんやねん。これだから頭のない極道は困る。やれ。どういうことや、お前ら。あなたまさか。そうだよ、私は登場会から大見連合を鞍替えしたんだ。バックの組織をな。何だと。私は着々と進めていたんだ。登場会を捨てて大見連合と協力関係を築く計画をね。そんな話俺は知らんぞ。当たり前だ。寺田さん何回騙されたの。かわいそう。踊らされていただけなんだからな。もう1年前から話は進んでいたんだよ、五代目と私の間でね。ああ、寺田さんめっちゃかわいそう。寺が私を裏切ることは分かっていた。彼は融通の利かない男だったからね。理想を求めずっと私を支援してきてくれたが、結局は現実の前にくじけたんだ。現実だと。ああ、そうだ。君らに政治の話をしてもわからないだろうが、国を動かすには金と力が必要なのだよ。私にとって彼はその力だった。だが彼は変な信念のために私の理想から離れていった。なんかめっちゃベラベラ喋りますな。なあ、全部喋ってくれてね。生きているということを知った私は、セラ、いや登場会を捨て
ヘル腹積もりでいたんだよ。腹積もり。それでお前は近江連合にすり寄った。そうだ、私は近江連合に話を持ちかけた。近江連合としては私の政治力は魅力だ。政治と裏社会、この二つを牛耳ることができたら、日本を操ることなど造作もないことだからな。もしかしてこの100億は。ああ、近江へと渡る。私としては東条会も潰れてくれて、まさに一石二鳥というわけだ。笑ってんだよ。じゃあ錦も踊らされてたっていうの か、 確かに。そうだよ、彼に100億の話を吹き込んだのは私だ。出世欲に取りつかれた我が像に餌を見せて動かしただけだ。彼は見事にその役目を果たしてくれた。セラの暗殺から内部構想までね。そしてさらに嬉しい噂があった。君だ。君が現れてくれたおかげで東条会は崩壊寸前だ。本当にお礼を言いたい気分だよ。ジング、貴様。悔しいだろ。だがな、もう遅い。私は近江連合と手を組み、日本国のトップに立つ。近江連合は裏社会を統一し、その全ての力を私が得る。私の理想が叶うのだ。そんなことはさせないわ。何を言っている。動くな。なんと爆弾。ユミ、もうこれであなたは私を撃てない。これが爆発すれば店の中にある100億も一緒に消えてなくなる。私は100億をあなたには渡さない。一緒に爆発してこの世から消すわ。何をバカなことを言っているんだ。そんなことをして何のメリットがあるというんだ。何も分かってないのはあなたね。人間はそんな損得感情だけじゃ動かない。もっと熱い、もっと強い気持ちがあって初めて動くものなの。昔のあなたにはそんな気持ちがあった。だけど権力を持つことや出世することにあなたは溺れたの。何を今さら。何を言ってるんだ。カズマ、ハルカをこっちに。これでユミとハルカには手出しできねえな、ジング。なあ、ジング。セラ会長はな、あんたが何を考えているかなんてお見通しだったんだよ。何？会長はあんたに気づいてほしかったんだ。昔の強い信念があった時のあんた自身を。だから自分の命を危険にさらしてまで100億を盗んだ。あんたから取り上げようとしたんだ。バカな。何を根拠にそんなことを。来た。遺願状来たよ。それですよ。永遠に喋ってくれてるで。ええー。私たち喋ることないですからね。まあ、休憩にもちょっといいんじゃないかな。風間さん。頼みます。セラ、お前これ名前が入ってねえじゃねえか。風間さん、俺は本来東条会仕切る器じゃありません。金儲けしかできねえヤクザです。後目は風間さんが決めてください。何？東条会を、極道の未来を託せる男。遺言状だと。ああ、あんたは遺言状の存在を錦にちらつかせ、内部分裂を画策したんだろうが、本当にあったんだよ。会長とおやすさんが命がけで残したんだ。うるさい。セラミ、セラミ、ここに及んで私を舐めるような真似をしよって。そんなもん今となってはただの紙切れだ。俺が死ねばな。あ、だがそうはさせねえ。俺は風間のおやすさんや世良会長が残してくれたもんを守る。俺は東条会4代目。何？4代目。何？桐生風間だ。陰謀。目に見たいなもんか。
あったー、お前悪い、お前4代目じゃボケー、4代目じゃいボケー、スイングボケー、4代目じゃいボケー、4代目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 、はい、4代目ナイフ、4代目はな、4代目、4代目ドス、ドス4代目、はい、ドススイング4代目、はい、4代目スイング、お前は雇わないから、はい、4代目キック、4代目パンチ、はいパチパチ、はいよ、あ、岡部さん死にそうやった、4代目、あ、やばいやばい、4代目死んじゃう、4代目死んじゃう、死んじゃう、4代目死にそうやった、知らんかった俺、4代目死んじゃう、カサカサ、オッケーオッケー、びっくりした俺今、4代目そんなことする場合じゃないよ、カサカサ、カサ返して、カサ返して、ファンタやりましてた、よいしょ、見てる見てるで、見てたね、神宮が、ほら、はい、はい、4代目差し、オーケー、突きよ、はい、投げてからパンチパンチって言って、はい、オッケー、さすがです、さすが4代目っす、ありがとうございます、さすがっす、どうもどうもありがとうございます、え、あれ書いたの風間さんってこと、そう、マジか、おやすさんが書いてくれたの、かっこいいな、一人でよくも、え、そんな疲れてたか俺たち、そんなでもないよ、今飲んだもんだって、なんか、あ、来た、あ、来た、大鳥来た、大鳥、え、大鳥来た、大鳥来た、本人でも相手に、あ、違う、援軍や、大鳥遅いよ、はよはよ、なでちゃん、いいとこ見せて、なんかすごい、サッとみたいな現れ方やな、ほんとだ、うわー、なんかほんまに銃やな、なんかゾンビみたいになってた、確かに、ヒデウちゃん、あ、大鳥来た、来た来た、分かりやすい、分かりやすいな、分かりやすいカラーリングですわ、伊達さん、神宮教で持ってって、今四課が逮捕状を請求した、おおおおお、贈収賄、銃刀法違反、殺人教唆、お前はもう終わりだ、証拠は何もない、ハッタリだ、おお、すごくなってる、やめろ、ダメだ、伊達さん、ここじゃ街に墜落する、ここじゃあじゃなくて墜落するつもりかお前ら、伊達さん、言い逃げ、伊達さん、伊達さん何しに来たの、あの逮捕状が出たよってことだけ伝えに来た、証拠何もないって撃たれて終わったけど、お、神宮京で、どういう動きするのこの人、あ、これ何、水の上入れるの、水の上入れるから、あ、ピストル一匹、え、あ、お前は、お前は何、動きやばいぞ、動きやばいぞこいつら、ねえMIA2、 強い強い、あーあーやばいやばい、こいつは強いぞ多分、気をつけろ、頑張れ、何それ何それ、鋭いな動きが、あー動き鋭い動き鋭い、これはあれしなきゃダメスウェードしなきゃダメな系かな、これは動き鋭いぞ、うわー待って待って、頑張れ頑張れ、あ、でもね雑魚はそんな強ない、うん、こいつらすぐやれるやれる、頑張れ頑張れ、なんとか頑張れ、なんとか頑張れ、え、いいぞいいぞ、よし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 、勝った勝った、あ、また1匹くらいいたよな、あ、10がいたんか、あー、これも銃撃ってる、でも勝ちちゃう、あいつ俺たち防弾チョッキあるからな、そうそう、これ、ちょっとちょっと、勝った勝った、あ、もしかしてこれ回っていかなか、そうやね、痛い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 、あ、回復やからぞ、お母さん、ここね、ここね、痛い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 、あ、スウェイで移動できんか、スウェイで、スウェイ忘れた、ね、R1 を失敗、あー、まずい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 、そう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 、いやいやいや、取れる？あ、動かすんやそれ。オッケー、あとスウェイはずっとやっとか、スウェイじゃなくてそれやっとこう。オッケーオッケーよ。スウェイはね、めんどくさい。スウェイじゃなくて R1 を失敗か。あー、これどうしようかな。よいしょ。オッケー。スウェイな。スウェイじゃない、R1 を失敗ね。そうそうそう、シフト移動、シフト移動。失礼します。失礼します。あ、お前。いけるいける。はい、意外と終了、オーケー、意外と終了、頑張れ、あー、掴めない、撃たれたね、今、あー、掴めない、すげえ遅い、掴めない、掴めない、掴めない、やめとけ、うん、階段だ、そう、階段は掴めない、あ、OK、 あー、はい、こっち来いよ、あ、来た、来た、来た、あー、怖い、来た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 、シフト移動、あー、そう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 、こいつはシフト移動しといたら勝ちやろ、撃たれへんぞ、絶対に、R1 を失敗、R1 を失敗、そう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 、遅いんだよな、ずーっとおしっぱ、おしっぱでいいよ、見えない、どこにいんのこいつ、絶対撃たれへんから、それでほら、張った張った、張った、張った、なんでこいつ突進してくんの、ほんで確かに、ほらほら、なんだこれ、こっち来い、逃げ腰逃げ腰、あ、追いかけてるな、あ、張ったんちゃう、パンさん、
あ、肩っぽいでこれ。おいよ、おいよ。ほら、おいよ。はい、4代目。ほら、絶対食らわ、絶対食らわ。逃げ腰。ほら。ほら、ほら、ほら。どうした、神宮や。あ、あ、なになになに。事件か。あ、あ、あれが来た。おいよし来た。あ、逃げるお前。え、せこ。ふざけんなよ。あ、変なの残してた。変なの残してた。変なの残してた。入ろ。ナイスナイスナイス。変なの残してたぞ。そう。頑張れ頑張れ。あ、もう一匹ひょんな銃。見ひょるぞ。あ、あ、後ろ向かえん。いいよいよ。あ、そっちか、もう一匹。痛い。痛い。強化できるって、強化しといたら。強化しとくか。ついでついでにな。どれがいい、体力かな。強化しとけ、強化しとけ。オッケー。オッケー。マックス。アイテムの能力使いたかったんだよ。オッケー。え、神宮じゃ倒せへんってことはまだアイスを叩くときがあるってことか。まだいるんか、じゃもう。あ、来た。わー、来た。撃ってくんのか、それで。マジで？やめて。どうすんだ、それ。ぴょん。帰ってきたし。帰りなさい。帰ってきたし、なや。体勢整えたか。なんか二人いるぞ。あ、なやれ、なやれ。どこ。なやれ、なやれ。回復薬は向こうにあったな、今。おい、どこにいるの？どこにいる？あ、渡れた、渡れた。とりあえず、どこにいるの？おー、なんかいっぱいあるやん、回復薬。ラッキー、ラッキー。どこ行った？どこ行った？チャンスや、今が。今がチャンスや。上か？おーおーおー、上や、上や。あ、回復薬使おう。オッケー。見て、ほんでそれ拾える。ラッキー、ラッキー。これラッキーやぞ。へい。あ、屋上で、待ち構えてくれてんねや、多分。あ、なるほどね。ほらほら、待てた、待てた。どうも。オッケー。ここからが本番ね。ここから本番やぞ。さあ、あ、回復ある。ほら、武器持ってないか。銃持ってる？持ってんのか。余裕やん、じゃあ。ナイスナイス、頑張れ、頑張れ。あ、でもこの雑魚すらも体力ゲージめっちゃある。そう。これはきついな。どうしようかな。うわぁ。うわぁ、痛い。こんな感じ、全然。常にね、神宮を捉えつつ戦った方がいいから、そうそう、そんな感じで。難しいけど。難しいわ。それは難しいわ。じゃあ、スウェイで常に移動して増えちゃうね。スウェイは無理やで。あー、今 L を、R1 を押したままだったからよいい。うわあー、痛いよ。コンビプレイ。痛い。あー、敵。おーガーン、ベッグしちゃう。これな、やってる人しかわからんのよ、この悔しさ。あー、もう。はいの、はい。これ絶対これさ、体力あんな、こいつらマジで。頑張れ。よいしょ。刺される。ずるくない？こっちタイマンだぞ。あー、キルちゃんの、あ、ナイスカード、ナイスカード。キルちゃん、血迷うなよ、向きだけは血迷うなよ。オッケー、いいぞ。一匹やりゃ勝ちやろ。頑張れ。あー、痛い。サマーソルトキック。ナイスキック、ナイスキック。どうそいつ、オッケー。あー、頑張れ。ナイス、ナイス、いい連射、連射。ほいの、ほい。よ、ほい、ほいよ。ナイス、ナイス、いいよ。ここにいて、キレが増してきたぞ、4代目。あとちょい、こいつ倒したら8やろ、ほぼ。あー、出た、キューちゃんの妖怪を狙う作戦。これはよくある。あ、よし。はい、早く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 。で、2個拾えるからね、2個。お前。2個拾おう、2個拾おう。痛い、オッケー、ナイスカード。怖い。そう。待てこら。あ、えあ、時間で復活する？え？石に？そうや、そうかもしれんぞ、もしかしたら。お前やるしかないじゃん。神宮やった方がいいかもしれん。え、無理だ、ちょっと待って。神宮をやるにも。そうやんな。頑張れ。お、なんか綺麗な、外が。追っかけっこかい。くそー、頑張れ、うん、調子よ。痛い。痛い、ナイフは強いな、でもやっぱり。え、こいつは復活するのかな、でも何回も。わかんない、それを考えるとなんかそんな感じがするよな。やだ。いよいよ追っかけて、ナイス投げ、いいね今の。神がかってた、今のは。
お前ら泣いてしてる今はねえんだよ。待て、これがそれだ、ジャイアントスイング。埋めない。いいね、いい当たり、いい当たりしてる。スイング好き。ガチ逃げてる。待て、回復薬取ったら行きたい、とりあえず。それで取れに行けたら行く。ナイス。もうこいつはどうにかして。ナイス投げ。あー、もうなんでやねー、キリュウちゃんは踏めない。これね、分かるから。分かるよ、分かんないよ。あったもうこれほんとつまんねえわ。こういうことしちゃう。俺はこういうことしちゃう。もうマジマジアリーはあんま面白くなかったけれども。どこや、お前待って、こらナイス、待て。頑張れ、あとちょっと、ジングあとちょっと。ブガ悪い。それ、ナイス。踏めないのかよ。相手はキリュウちゃんは踏めない。踏むより難しいんだよ。どこ行った。もう消えんな、痛えわ。逃げんなよお前。痛い。お前ら、卑怯だからな。人としてどうだ、それは。人のことしてどうだ、お前ら。心折れそうかも。もう折れる。変わるか。もうやだ。変わるか。いやだ。ここまで来てね、変わるぐらいだったら私は死んだ方がマシだと思ってる。ごめん。オッケー。やった。やった。雑魚が強いんだよ。やったか。まったく。父親失格だぞお前。本当に終わったよ。終わったで。イライラしたな。本世紀最大イライラしたな。誰。あ、もちろん錦山くん来た。終わったか錦。これで